イーゴリ・イワノビッチ・シュワロフは、ロシアの政治家。2008年5月8日に発足した第二次、ウラジーミル・プーチン内閣にて第一副首相に任命され、続く第一次、ドミートリー・メドベージェフ内閣でも続投し、2018年まで、同職を10年務めた。メドベージェフ大統領と会談するイーゴリ・シュワロフ1984年から、翌年まで、 インスティチュートエコスの研究所職員。赤軍在籍中だった1985年に、モスクワ大学法学部に迎えられる。大学卒業後の1992年、ソ連外務省法制局で勤務。その後、弁護士となり、1993年から1997年まで、法律コンサルティング会社アルムの代表。1997年から翌年まで、 国家登録委員会副議長。1998年5月25日から1998年9月6日まで、ロシア連邦国会3基金代表代行、同日から2000年5月18日まで代表を、務めた。2000年5月18日からミハイル・カシヤノフ、内閣の大臣に就任。そこで、政府機関トップの地位を確立した。二千三年五月十八日、 ウラジーミル・プーチン大統領補佐官。2008年5月から第一副首相。2010年12月13日に北方領土の国リ島とエトロフ島を訪問。2011年9月27日、アレクセイ・クドリン前副首相兼財務省の解任を受け、経済、財務担当を兼務。2012年5月21日に発足したメドベージェフ内閣でも引き続き、 第一副首相を務め、経済政策や外国資本誘致などを担当した、2018年5月18日に退任。ありがとうございます。